はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッソでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族とお友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん日曜日は、今日は日曜日じゃないんですけども、日曜日の6時半やったら全国的にね、あのサザエさんってやってるじゃないですか。まあそのサザエさんに出てくるタラちゃんのカツオって全然違うキャラクターですよね。でもタラちゃんは、まあ、柔軟性があり、すごく頭も体も柔らかくね、おじいちゃんおばあちゃんのお話をね、よく聞いて、聞いたそのままの言葉をそのまま吸収して、そのまま情報をこう発信する子なので、周りの人間はちょっと丁寧にねタラちゃんを取り扱っていると思うんですよ。で、まあ、一方カツオはね、まあ、成長していく過程で、まあ、頭も体もちょっと引き締まって、まあ、お父さんお姉さんのお話をよく聞くんですけども、自分の言葉に置き換えすぎてしまうというかね、まあ、聞いた話と違った情報を発信してしまって、まあその結果、まあ、自らね火に油を注いでしまって、こう周りからね、バカモンカツオってこう加熱処理をされて、あれよあれよと固まってチーンと縮こまっていってしまうんですけども、まあそのような感じで今回は、まあ、タラとカツオの話をねしていきます。お魚のね、まあタラとカツオはね、まあ、それぞれお魚なんですけども、まあ、してあげますよね、それくらいね。まあ、保持しているタンパク質、まあ、お魚なんで同じようなタンパク質、同じ種類のタンパク質を、まあ、それぞれ保持しているんですけども、その種類の割合に差がありまして、まあ、その中でもある一定の温度を超えると固まり始めるタンパク質の種類があるんですけども、その分量の差にあります。タラとカツオは例えばね、同時にお鍋ね、お鍋の料理あるじゃないですか、水炊きとか、そのお鍋に入れて加熱し始めるとですね、タラよりカツオの方がすぐに硬くなり始めるんですよ。それはね、カツオはタラに比べるとその固まり始めるタンパク質の分量が多いから、そのようなことが起こってしまいます。でタラちゃんはタラはね、カツオに比べるとですね、その、まあ、ある一定の温度を超えると固まり始めるタンパク質の分量が少ないんですよね、カツオに比べたらね。でも逆にね、まあ、そのある一定の温度を超えると固まり始めるタンパク質よりもさらに高い温度、さらに高温まで、お鍋が沸騰していてね、温度が上がらないと硬くなり始めることができないタンパク質の量が多いので、まあ、このような結果になりますね。何の話やんって感じなんですけど、まあ鍋にカツオは入れないと思うんですけども、まあお鍋の時にタラを入れるのは、まあ、そんな科学的な根拠があるからなんですね。昔の人はすごいですね、よう考えましたね。まあ、っていう話なんですけども、まあ、口や喉のね、粘膜障害を抱えている人間でも、タラやったら食べれるよっていう話でした。まあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。